こんにちは、猫谷です。今日は、私の、冒険の体験談を聞いてください。この前一人で銀行に行って、外貨へのオーストラリアドルへの両替をしてきました。前回の動画でもお話ししたんですけど、私は、視覚障害者になって、最近ねもう一人であんまり外にね用事で出かけることがなくなりました。仕事には一人で行ってるんですけど、なんかそういう買い物とか銀行とか手続きとかね一人では行ってなくて、ヘルパーさんとか家族に付き添ってもらって、行ってました。でもねちょっと今回一人でやってみました。でそれをなんでやってみようかって、そのきっかけはね、最近ツイッターで知り合った、2つあるんですけど、ツイッターで知り合った見えないくんチャンネルの見えないくんですね、がで、すごくね、最近視覚障害者になられて視力が、網膜色素変性症ではないんですけど、視力が 0.02 とか 0.303 ぐらいっていうから私と一緒ぐらいだと思うんですけど、もうねすぐ YouTube を始められたみたいで、多分お友達がねサポートしてくださってると思うんだけど、なんかねすごいなと思って、私はね一時期本当に落ち込んでね何も動けなくなった時代があったんですけど、もう早速ねいろんなことに挑戦したり、何に困ってるとかいうのをね発信されてて、だからねとっても貴重な体験談だと思うので、よかったらね見えないくんチャンネルも見てみてください。あともう一つはね、実は我が家の長男くんがこの度オーストラリアにねワーキングホリデー、働きながら滞在するっていうのにね1年間ぐらい行くことになったんですよ。でもうすぐ行くので、ちょっとねお選別、日本円であげてもいいんだけど、なんかねちょっとびっくりさせようと思って、サプライズですね。というのもねやっぱり言葉の通じない、そんな英語喋れるわけじゃないからね、すごくね、ドキドキワクワクが主だと思うんですけど、心細さと不安もね少なからず抱えてると思うんですね、だからねお母さんも一人で銀行に行ってオーストラリアドルに両替するのをできるかなって、なんかすごく心細くて不安なんだけど頑張ったよっていうことをね、なんかこうやってみたくてちょっとやってみました。まず会社の近くにちょっと大きな銀行があるんですね。だから出勤前にねちょっとできるかどうかだけ聞きに行こうと思って行ったんですね。でそこは昔ね見えてた頃に何回か行ってたので、行くのはそこにあるっていうのは分かってたので、ちょっと行ってみようと思って行ったんですね。でまずバスから降りて、看板がまず見えないから昔の記憶を頼りにこう行って、こう歩いて行ってここかなと思って入ったらね、そこはねなんとねビジネスホテルだったみたいで、あなんか違うっぽいって思ったけど、入ったらさっと従業員の人が寄ってきてくれてね、お客様こちらホテルになりますがって言われて、その時私白状を持っていました。でホテルになりますがって言われたので、ですよね違うと思いましたと思ったんだけど、すいません間違えました、私銀行に行きたいんですけどって言ったら、その方がねホテルマンなのかな、従業員の方が、それは隣になりますって言って、なんか外に出てね、なんとね銀行までね送ってくれたんですよ。なんかねだからね、それはね東横インさんです。名前聞いてなんていうホテルですかって聞いて、東横インさん素晴らしい、東横インさんを今度利用しますねって言ってね、で送ってくれました。まずそこでね私はもう息子がオーストラリアに行くっていうのでちょっとねもう不安定になってるもんだから、その優しさに触れてもう私はそこで泣きそうになりました。で泣きそうになりつつ、銀行に入っていきました。でなので、白状持ってたらねそうやってみんなが寄って駆けつけてくれるんだってなんか思っちゃったのか分かんないんですけど、銀行に入りました。銀行はねガラガラでしたね。お客さんねいなかったですね、そんなにね1人か2人ぐらいしか。でもね銀行に入ったらまず放置、誰も寄ってきてくれなくって、
まあ私結構まあ白杖を持ってるけど普通にしてるからかな、やっぱ困った素振りを見せないといけないのかな。で、誰も放置プレイでどうしようかなと思いつつ、とりあえず窓口に行って、オーストラリアドルに両替したいんですけどって言ったら、あ、番号札取ってくださいって言われて、あ、番号札どこにありますかって聞いて、あそこですって言われて、ってあそこと言われてもと思いつつ、こううろ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 ねしたんですよね。して、あーってうろうろして、で誰かがね寄ってきてくれるかなと思って、もうしばらく放置、ああもう帰ろっかなって思いましたね。でもやっと誰かこう出てきて来られてね、で、あ、番号札取ってください、ここを押してくださいって言われて、あ、あれですね、今時の、タッチパネル、だから「すいません見えないんですよ」って言ったら「ああそうですか」って言って、その方が押してくださって、番号札が出て、番号呼ばれたら「お待ちください」って言われたので、あ、番号何番ですかって聞いたら、あ、何番ですって言って、番号何番なのかもね見えないからね、で「お待ちください」って、どこで待ってたらいいですかって言って待ってたんですけど、猫が走ってる、というね、そこでまた今度はね、別の意味で泣きそうになりましたね。 でもね、そこで一瞬ね、あ、それはね、別に意地悪されてるわけでもなく、冷たくされてるわけでもない。で、だんだんとその銀行員の方も分かってきてくださって、その後はこれこれこうでっていう、ちゃんとね、その後の対応はね、親切にしてくださって、滞りなくね、まだね、ちょっとね、しかもね、ちょっとそこの銀行はオーストラリアドルは取り扱いがなかったのでね、ちょっと取り寄せて本店に行ってくださいって言われたんだけど、いやーちょっと本店までは行きらんですって言って、行けないですって言ってね、でなんかちょっと何とかしてくださって、なんか取り寄せてくれて、まあ、後日届けてくださるようになったんですけどね。で、だからね、なんかまず私の反省点として、なんか待ってるだけじゃダメだなって思いました。白杖を持ってるんだからもうこうしてくれるだろうって、期待しすぎちゃダメだなって、思いました。それはね、知らないだけ、どう視覚障害者の方が来たらどうしていいか、多分その銀行員さんは分からなかっただけなんですね。普段そういう視覚障害者と接する機会がなんかないからね、だからね、分からないだけなんですよ。だから分かったらちゃんと親切にしてくださる、でなんか私もそうやって待ってるだけじゃなくて、最初に受付に行って番号札取ってくださいって言われた時に、あ、私見えないので手伝ってくださいって言わなきゃいけなかったなって、思いました。非常にいい体験ができたんじゃないかなと思います。だからね、これからね、なんていうかな、視覚障害者の方が一人で何でもできるようにするために、私も、どうかな、分かんないけど、一人でね、結構出歩いて、そういうこういうふうに接すればいいんだっていうことをね、周りの方に分かってもらうようにした方がいいなって思いました。これからのね、若者のために。まただからね、ちょっと今度ね、取りに行って、そのお金が届いたらまたそれをね動画にしようと思うんですけど、でちょっとね、この熱い気持ちのまま動画を撮りたかったんですけど、ここでその息子くんに言いたいことは、もしね、これからね、そうやって外国に行ってね、困ることもあるよね、そしてきっとあると思う、そして、なんだっけ、でもきっとね、周りには、優しい人もいるから、待ってるだけじゃダメだよ、困った時はちゃんとヘルプ、助けてください、手伝ってくださいって、周りの人にね、助けをね求めるんだよっていうことが、これでちょっと私はね、
胸を張ってね言えるんじゃないかなと思います。もう撮っていいよ。あ、撮ってるよ。もうもう撮ってると、はい、どうぞどうぞ。ありがとう。何これ、選別？そうそう、選別。なんかオーストラリア撮る。すごい。え、どういうこと？そっちの封筒の方から。はい、こっちからね。こっちからって、そっちだけ開ければいいと思う。え、これ、お母さんが書いてくれたの？そう。すげえ。ありがとう。開けてみて。はい。手紙が書いてあった。頑張ってねって書いてある。みんな応援しているからねって。え、すげえ。これが何、オーストラリアドルなの？初めて見た。なんで初めてかって。マジ？すごい。え、全然違うね、オーストラリアドルって。そう。プライム、記録も触ってん。すげえ、こんなになってるんだ。はい。これでどうなってると？これは、もうこれと一緒。1セット入ってる、もう1セットこれ。そうなの？だけに、それ開けたら、うん。ありがとう。それが初めての冒険隊。そうこの一冊は動画にしてるので、オーストラリアに着いてから見てください。お母さんの冒険の旅のありがとう、書いてくれた。あと、うん、頑張ってね、うん、このメッセージが一番嬉しい。本当、うん、じゃあそのメッセージとドールをカメラに見せて。はい。すごい。頑張って、ね、こういう風になってるんだって。そうかい。はい、はい、みんなじゃあ一言ずつ、みんな頑張ってね。頑張ってマン君、頑張ってください。ありがとうございます。はい、はい、あ、じゃあ俺からもお返し。いいよ、大丈夫。これはみんなにです。何？ちょっと開けて。はい、代表して開けるよ。今その封筒は最後でいい。何？手紙があります。え、それいいの？これ YouTube 出すよ。うん、まあそれは後から見て、から読む。まあ、俺からこういう手紙がありますってことだけ。あ、手紙があります。俺と、OK、じゃあお母さんとユーマに。あ、手紙書いてくれたんだ、すごい。うん、じゃあ後でゆっくり読みましょうね。はい、はい、じゃあそれでは愉快な長男くん、オーストラリアでも頑張ってね。バイバイ。